さすがに厳しかったわね。まさかあんな風に犬を操るなんて。なかなかの連動じゃねえか。バカな。こんなガキどもに。これ以上の抵抗は無駄だ。あんたたちの身柄は明日の朝警備隊に引き渡す。ま、今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。待て。行かせるかよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。が多すぎるぜ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた霊だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺しにしてやるよ。このままじゃピンチですね。こうなったらエイドスへの祈りの時間は終わったか。それじゃ楽しい処刑タイムの始まりと。なんだ。仲間を連れて剣山ってわけか。お前ら何を怯えてやがる。数じゃこちらも負けてねえだろうが。尻尾を丸めてんじゃねえ。ま、本物と偽物の格の差ってやつだろうね。確かに犬が狼に勝てるはずがねえ。なんか名誉を傷つけられて怒っているみたいですし。落とし前をつけに来たといったところかしら。今度こそ終わりだ。器物損壊と傷害容疑および公務執行妨害であんたたちを逮捕する。君こそな。結社ウロボロスの執行者ナンバー。
15殲滅天使レン。自己紹介するまでもなかったか。さすが SQA の昇格要請を辞退しているだけはあるみたいね。正直過ぎたランクだからな。カシウス・ブライトの代わりを期待されても荷が重いだけだ。一度会ったことがあるけど、あなた剣の腕だったら彼をしのいでいるんじゃないかしら。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは光栄と言うべきか。この数ヶ月、君がクロスベル自治州に滞在していることは掴んでいる。最初はお茶会とやらを開くつもりかと思ったんだが。分かっていないわね。レンがお茶会を開かなくてもクロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物粋というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだが、いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとやかく口を出すつもりはない。彼らがクロスベルに来てくれたことは個人的には大助かりだからな。だが目の前にある答えからいつまでも逃げられはしないぞ。放っておいて。それにレンがここにいるのはエステルたちのことだけじゃないわ。彼の修理もあるし、確かめなくちゃいけないことがあるから。確かめなくてはならないこと？あなたには関係ないことよ。おとなしくするって約束するから、レンのことは放っておいてちょうだい。もちろんエステルたちにも余計なことは喋らないでね。承知した。君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。ありがとう。じゃあレンはもう行くわね。ごきげんよう、風の剣聖さん。迷子の子猫か。しかしこのままでは彼女も彼らも迷い続けるだけだ。何かいいきっかけをもたらす第三者でもいれば、あるいは（笑）まさかな。すごいです。まさか事件の真相を見抜いてそのまま解決するなんて。ええ、正直驚かされたわ。できれば大立ち回りをする前に私たちを呼んでほしかったけど。そのすみません、警備隊の司令殿からマフィアに情報が流れる可能性をつい考えてしまいまして。それを言われると辛いけどね。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの？それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか、いろいろとやり方があるでしょ。確かにクロスベルの現状にはいろいろと難しい問題があるけれど、それでも自分たちだけで何でも解決しようとするのはただの思い上がりに過ぎないわ。はい。返す言葉もありません。ま、お小言はここまでにしましょう。本当によく無事でいてくれたわ。
それと私たちの代わりに事件を解決してくれて感謝します。副司令。改めて言われるとむずがゆいっすね。ところで副司令、ロイドさんたちを助けたという白い狼たちの方はどうしましょう。そうね、完全に濡れ衣だったみたいだし、様子見してもいいと思うけど。大丈夫かと思います。無用なトラブルを起こすほど愚かではなさそうでしたから。そうみたいね。しかしそういう意味では愚かなのは人間の方だったわね。まさか軍用犬の実戦テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといって舐めたことをしてくれたものだわ。はい。でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回ばかりは言い逃れはできないですよね。ね、やはり保釈されてしまう可能性が。ええ、高いわね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。グダグダですね。そういやベルガード門でも同じようなことがあった。でも腐ってばかりもいられないわ。この状況でみんなが諦めたらクロスベルは本当にダメになる。そう考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。はい、そうでありたいと思っています。これからもあなたたちの働きに期待させてもらうわね。さあクロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。貫徹に近いからな。もう限界です。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれからだ。そうね。あら、よう、お疲れさん。どうしたんですか。まさか俺たちをわざわざ出迎えてくれたのかよ。そんな気色悪いことするかよ。ただまあ事件の顛末はソーニャからの通信で聞いたぜ。初めての市外活動にしやそこそこ頑張った方じゃねえか。どうも褒めてるんだよな。それで課長はここで一体何を。朝食後の一服にしては変なところにいますね。いや無理ねえだろ。あんなのがいきなり訪ねてきたらさすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの。誰か訪ねてきてるんすか。知らねえがお前らの客じゃねえのか。妙に慣れ慣れしいというかふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく入ってみましょうか。なっ、え、はあ、どうして
やっぱりお前らの知り合いか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるから、どうにも手を出しづらくてな。あなた、どうしたの？なんでこんな場所に？言ってるんだ。自分の名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたことご苦労だっただそうです。サイト、お礼を言いに来たな。それはともかく、やっぱり偉そうなやつだな。お前たちは若く、どうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。なっ、え、おい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 、心配はいらない。群れは部下に任せたから安心するがいい。いや、そんなことを心配してるんじゃなくて。伝説の神童か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長、とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すからな。ちょっと課長、めんどくさくなったな。ありゃ、大丈夫なのかしら。私は賛成です。頼りになってくれそうですし、何よりもこのマフマフした白い毛並みは魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人が増えたと思えばいいのかね。はあ、そうだな。とりあえずこのままじゃまずいから、どこかで首輪でも買っておくか。おめでとうございます。